勝っても負けても何も悔いはないんで、とりあえずやるべきことをやってきてるつもりです。スタミナどうですか？スタミナはきついねいやでパンチめっちゃあります。マジめっちゃいい感じです。あれをに踏み込む感じ。そうです。いいっすね、いいっすね。この42、3になってね、ああいう世界にね、ちょっと飛び入り参加ということでね、やることに、まあ、意味があるというか、まあ、その挑戦するっていうね、相手選手の方ね、やるならやるでバッティングでね、来てもらいたいと思います。逆のガードが低いです。パンチを打ってない方のガード。負けたら言い訳しないで帰ります。立ち向かう強さをね、右腕にね込めてぶん殴れればね、はい、いいかな。はい、はい、はい。でいろんな人たちのおかげで、ナコチ協力のもとで、そして谷山チームの関係者の方々の協力のもとで、まず挑戦してみるっていうね、やってみるっていうね、そこ見てください。おせえ。静かなること、林のごとく。すること木のごとく。前の4つの言葉、風林火山、頑張るぞ。練習のため、練習拳鍛える。
食べれんな、もう食べれんな、食べれんな。拳、拳強くなった、拳強くなった。マカか、マカか。食べれない。やべえ。あ、ナイスナイス。はいはい。はい、やっぱ。はい、どっちかな、やっぱ、はい。どっちかやっぱ。はい。はい、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 やばい、はい。はい。そんなんじゃ勝てないぞ、十二日。はい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 。これでだいたい10キロぐらいだから、10キロ、往復の20匹、20キロか、25ぐらい、25キロぐらい。頑張んなきゃね。頑張りましょう。え、応援してくれる？当たり前じゃないですか。めちゃめちゃ。もうこのぐらいの時間だしかないの本当に。1時間2時間ぐらいしか本当練習ないからさ。はい。きついな、結構ハンデ、ハンデだね、これ俺にとっては。めっちゃ汗かいてる、めっちゃ汗、めっちゃ汗。ちょっとでも痩せたでしょ。だいぶ絞られてますね。えだいぶ絞られてます。はい、こんにちは、後藤祐樹です。丸先輩、ついに今日試合ですね。今までですね、頑張った練習の成果をですね、もう全力振り絞って今日は頑張ってください。今日はささやかながらこの3人で丸先輩を応援していきたいと思います。丸先輩のですね、まあ、一戦僕は以前に交えたことがあるので、もう丸先輩のあの剛腕をですね、まずちょっと対戦相手と見させていただいて、もうこんな感じでですね、やっていただければ、もう丸先輩の対戦相手もですね、もこんな感じで、すぐ、まあ、ダウンすると思うので、もうこんな感じでですね、ぜひぜひ戦ってください。で、ここでですね、ちょっと軽く丸先輩に、まあ、僕も以前ちょっとブレイキングダウンという大会に出場させていただいて、まあ、その時にですね、これだけは絶対試合の時にやりましたっていう、ちょっとアドバイスみたいなのがありますので、まあ、試合当日なのでちょっとアドバイスになるかどうか分かりませんが、ちょっと軽くアドバイスさせていただきます。まあ、ちょっとこの子は今、一旦こちらに置いておいて、まず相手がいます。この時にですね、必ずもう目線はですね、絶対に反らさないでください。もうパンチが、どんなパンチが降ってこようと、相手から目線を反らしたらダメです。もう目線を反らさないことによって相手はものすごく威圧を感じます。はい、それが大事です。で、あとはですね、まあ、本当に試合もラウンド数もあるとは思うんですけども、まあ序盤ですね、もう必ず自分からも攻めていって、もう相手の引くぐらいですね、もうパンチになる蹴りだと増していってください。はい、それが重要だと思います。で、まあ格闘技で言われることは、とにかくですね、全力を出し切って、ぜひですね、丸先輩には勝利をつかんでいただきたいと思います。それではですね、ちょっと短い挨拶ではございましたが、最後にですね、会場の皆さん、会場の皆さんと一緒に丸先輩を応援していきたいと思います。それではいきます、皆さんお手を拝借。1、2、3、ダー。はい、丸先輩頑張ってください。マルさんの大好きなあさちゃんだよ。この度お年を召しているにもかかわらず格闘技の試合に挑戦するということを聞きつけました。マルさんのね、気合と根性で相手をフルボッコにしてもらって黒星を飾っていただけることを願ってます。応援してます、頑張ってください。マル先輩頑張ってー。
どうもどうも、バス先輩です。バル先輩、試合頑張ってください。バリバリ応援してます。ハードに頑張ってください。よろしくよろしくよろしく、 よろしく。愛国丸、試合頑張れよ。勝ったら次は俺だからな。バッチバチにぶっ飛ばして勝ってください。応援してます。よろしくです。総集の長老でした。練習の成果すべて出してくる。なせなる何事も努力は必ず包まれる。気合い入れて試合に臨んでください。銀バルしかね。よろしく。頑張れや、ちゃんとしや。マルちゃん、バイビー。マルちゃん、応援します。頑張ってください。あ、ずれずれ。マルちゃん、頑張ってください。応援します。すげえ応援します。ファイトです。さっきの右ストレートが良いことです。うっす、うっす。マル、頑張れよ。名前言わんでも分かってるやろ、お前。よっしゃ、これからやぞ。はい、マルちゃん、頑張ってや。マルちゃん、頑張ってね。買ってくださいよ。マルさん、頑張って。マルさん。マルちゃん。頑張ってね。私待ってるわ。マルちゃん、きっと待ってしいよ。頑張って。どうも、はじめまして、久保田と申します。マルちゃん、6月12日、ぜひ頑張ってください。応援します。こんばんは。こんばんは。出場おめでとうございます。
今回の試合は初めてだったから、ガンガン行ってください。応援するもんで、ファイト一発。こんにちは。こんにちは。酔ってるやついる？駿河船団赤い王の金森です。総主愛国丸さん、ビッグバン出場おめでとうございます。おめでとうございます。さあ行くよ、頑張れ。マルさん、はじめまして、佐藤です。ウェイジファイター頑張ってくそせー、応援してます。愛国村さん、今度、ボクシングで来てたんで、頑張ってください。うちの金森社長も、応援してますんで、頑張ってやってください。親父パワーで頑張ってください。マルさん、ビッグバン出演おめでとうございます。いやー期待してますよ。 SNS を見てるとなんか随分顔も締まってきてますね。いい感じで仕上がってると思います。当日は一緒に応援したいと思います。会場に行きますのでよろしくお願いします。相手をひねり潰しちゃってください。マルちゃん、試合頑張ってね。気合い入れて。マルちゃん、6月12日、頑張って。マルちゃん、ファイティー。はい、愛国丸さん、頑張ってください。頑張ってください。応援してます。応援してます。ぶっ飛ばしてください。マルさん、ファイト。フォーキスね、頑張ってください。マル、旅行中のウド先輩よ、パーキンサバイトこいつ言われて、サバけなかったらこれもいいよ。試合に勝ってよ、ついでに宇田先輩もやってくれよ。ニューヨーク戦団の番長でした。よろしく。あれ、ちょっとまで試合すんじゃねえぞ。頑張れよ。応
終わったら走り行くぞ。マル、6月12日試合頑張れ。お前絶対負けないし、お前は折れないから。めちゃくちゃ応援してるので負けないでください。マル君頑張れ。マルちゃん試合頑張ってね。よろしく。頑張れよ。こんにちは、カズです。ルーナさん応援します。試合も見に行きますんでバックドロップ目指してください。応援します。ありがとうございます。ルラさん、6月12日はぜひ頑張ってください。かっこよく勝ってください。応援してます。はい、俊太と愛国丸のトラック TV の動画編集をさせていただいてます、リュウジです。6月12日は僕も応援しに行きますんで一緒に戦いましょう。俊太と愛国丸のトラック TV チャンネル登録よろしく。うわっ、丸先輩ファイター。丸頑張れ、ファイター。丸くん試合頑張ってくださいね。息子と二人で応援してます。勝っても負けても焼肉おごってくださいね。あと娘2人も応援してます。12日後楽園頑張ってよ。まるちゃん6月12日後楽園頑張ってください。応援します。頑張れ。マル、てっぺん取ってこいよ。ぶっ殺せ。やっちゃえやっちゃえ。アンチ上等。負けんじゃないぞ。勝ってこい。やってるやってる。やってるやってる。いやね、目標に向かって仕事の合間にジムに行って練習お疲れ様でした。格闘技未経験ってマルちゃん言ってたけど、マルちゃんらしく気合と根性で頑張ってください。インです。マル君試合応援してます。頑張ってください。総集愛国丸ファイト。マル気合入れて頑張ってこいよ。スタートさんだよ。試合頑張ってね。いつも応援してます。負けるなよ。
my ear when I need it the most. If I was cast on an island, マルさん、ファイト。 Still you'd be all I need. All I need. 頑張る。中日楽しみにしてるよ。今日持ってるよ。試合見に行くからね。イェイ。マジファイト。イェイ。ねこんにちは、ルーです。マルさん試合頑張ってください。応援してます。マルちゃん逃げちゃダメ、逃げちゃダメ、ぶっ飛ばせ。私は逃げてるけど、まるちゃん逃げるな、ぶっ飛ばせ。まるちゃん、こいつぶっ飛ばして、峰島助けて、お願い、ぶっ飛ばせ。まるちゃんファイトの練習の成果見せてくださいね。頑張ってください。頑張ってください。マルさん、40超えて新たな挑戦を尊敬します。俺もそう。試合は勝ち負け関係ないんで、とりあえず試合を盛り上げて、会場の人を盛り上げて、頑張ってください。頑張って。あとは先輩がいい言葉を言ってくれると思うので。タッチします。頑張って勝ったら何でも好きなものを奢ってやるから、頑張れよ。期待します。やるべなちゃって
ファイト。マル君、頑張れ。マル君、応援してますから、頑張ってください。マル君、頑張れ。マル、その終電ゴザが死んで頑張れ。マル君、頑張ってください。マル君、頑張れ。この度はこんなアマチュアな私に対してお忙しい中にもかかわらずしてたくさんの応援メッセージいただきまして、本当に皆様ありがとうございました。また締め切りだって言ってるにもかかわらずして、さらなる応援動画、それから個人 LINE や、お電話、またお手紙によりますね、激励メッセージ等々いただいております。本当にありがとうございました。ひょんなきっかけから愛になりました。こんな機会でねありますが、短い日数の中、自分なりに懸命に自主練に努めては、限りある時間の中、谷山ジムの方へね赴いては練習に励んでまいりました。本当に一生かかることのないであろうというね思っていたキックボクシングという世界に足を踏み入れるという無謀な挑戦でありね、こんな無知無能で素人な私が後、楽園ホールという大舞台でね戦うことが本当に許されるのかな、いいのかななんて思っております。それからね谷山ジム谷山会場をはじめ、俊太それから関係者の皆様方には本当にこのような機会を作っていただきましてありがとうございました。不安や緊張もある中ではありますが、やるからには一発でもねパンチが当たって倒せればいいかななんて思っております。勝ち負けにこだわらず、当日私のために時間を割いてまで会場まで足を運んでくださる方々には本当に感謝しております。無謀な挑戦ではありますが、立ち向かう強さを背中に背負って右手には勇気を、左手には涙を、そして心には愛を持ってね、リングに上がってみたいと思います。長くなりましたが、いつもそばでね、優しく強く支えてくれる女にも感謝しております。本当にありがとう。そして今回この動画編集に長き時間と労力をね費やしてくれたリュウジさん、本当にありがとうございます。それから皆様、やるからには勝ってほしいなんてねきっと思っているんでしょうけど、負けたらごめんなさい、すいませんね、本当にすいません。立ち向かう強さ、そこだけを見てください。とりあえず当日は、入場時からのパフォーマンスを含めて、会場を盛り上げられるように最善を尽くしますので、どうか応援よろしくお願いします。本当にご協力いただきまして皆様お一人お一人にね本当には感謝しております。ありがとうございました。当日よろしくお願いします。頑張ります。長州愛国丸でした。よろしく。I am saved.
I find my rest in you.